アジア太平洋博覧会は、1989年3月17日から1989年9月3日まで、福岡県福岡市沢楽、桃地浜及び中央区事業浜一帯の臨海埋め立て地区にて開催された地方博覧会。福岡市の市政志向100周年を記念し、アジア及び太平洋地域をテーマとした博覧会を開催。 日本国内からは1056企業、団体、国外からは37カ国、地域と2国際機関が出展参加し、43館のパビリオンが設置された。本博覧会に合わせて建てられた福岡タワー、福岡市博物館、西部ガスミュージアムなどはそのまま営業を続け、残りの会場跡地は住宅地や商業地、公園などとして整備された。 福岡ペイペドームも駐車場跡地に建設された。当時、会場にあった国内最大級の観覧車は、会期終了後、熊本県荒尾市の三井グリーンランドに移設され、使用されている。会場へのアクセス道路となった、幹線道路はよかトピア通りと名付けられている。オープニングセレモニーでは、夏木マリ主演のミュージカル、期間中には、富士テレビ系列、 笑っていいともの生中継も行われた。閉会後には、財団法人、ヨカ、トピア記念国際財団が発足し、福岡アジア文化賞などの記念事業や、国際交流事業を行い、2014年には、福岡国際交流協会と合併し、公益財団法人、福岡ヨカ、トピア国際交流財団となっている。日本とアジア太平洋を結ぶ海を象徴する。 延長650メートルの川や人工海浜に、囲まれアジア太平洋の樹木を茂らせ、野外展示施設や海外パビリオンを配して、海外のパフォーマンスと合わせて、アジア太平洋の空間イメージを演出した、野外展示を中心としたゾーン。括弧内は、開催日と、主な出演者。三話緑エスニックワールド内のステージ。東急トロピカルビレッジ内のステージ。福岡タワーは、 その後テレビ FM 送信書としても使用。西部ガスミュージアムは2003年に閉館、解体。シシ田より福岡、福岡市、2019年1月24日閲覧。ありがとうございます。